はいどうもお疲れ様です。クレポンです。久しぶりのダンジョンウォーピアやっていきたいと思います。いやー、長いこと待たせたな。マジで待たせた。本当にショーダウン、最後のステージになるんですが、ここで止まっています。さあ今回ここはビシッとバシッとクリアしていってやろうかなと思っております。いやでもね、もう何回かね負けてる、はっきり言って。あのね、ここ飛行ユニットが出てくるんよ。その飛行ユニットがなんね、やっぱクセモノ、あいつがクセモノ。ってことで今回はムッドアンカーはね使ったらまずいな。カマかな、狂乱、これ使わん。チー使いたいけどね、ちょっとここチーはねやめとこ。一回転んでいく。今回使っていくトラップの方になりますが、ダートトラップ、スプリングトラップ、豪華の罠、凍結トラップ、バリケード、スライム罠、ライトニングトラップ、ブラックホールの氷結爆弾。氷結爆弾ですね。安定の氷結爆弾。そう、この安定の氷結爆弾が一番の肝心の肝となっておるはず。はずというか、はずなはずやけど、いまだに成功してないんよな。さあここをどのようにしてやっていくか。ここか。もう先に、いや、待ってどうしよう。飛行マシンがねこっから出てくるんですよね。ここから、ウェーブの方を説明しようか。ウェーブ1が農民が100、戦士が60、騎士が、30と、今意外とこの辺はね、普通、この辺も普通、冒険家が150、数は多いですけどね。飛行マシン、ウェーブ3から飛行マシンが30体ずつ出てきますね。2と3ですね。ウェーブ4、入り口からベテランが225、5が、65体か。魔術師と65体の飛行マシンだとふざけた数やな、ほんまに。で、最終がボスウェーブとなっておる。ボスウェーブ、飛行マシンがこの ×2 っていうのがいまいちよくわからんけど、数は少ないが、ボスが出てくるせいでしょうか。さあ、どういう風にやっていこう。最初の僕の予定ではですよ、飛行ユニマシンがね、こういう風なルート、こちらがこういう風なルートで来るんで、ここに豪華な罠を仕掛けてもここで仕留めてしまおうかなというような感じだったんですが、なんかそうもいきそうにないような気がしてきた。まずはとりあえずあれやな、ここを防衛ラインとしていきましょう。バリケード、壁トラップにして、ここにダートトラップを置きます。でダートトラップはマックスまで上げる。ここにスライム罠、安定のダートトラップスライム罠コンボ、そしてここにもスライム罠を置く。ここにも一応置いとこうか。で、凍結トラップをここに置こう。で、50% の確率で凍らせると。で、ここに氷結爆弾を置いて固めるというような感じだったら、これは飛ばしておいた方がいいか。いいな。これは壊しておこう。とりあえず壊しておいて、で、ここの真ん中にバリケードを置きます。バリケードを置いて、スプリングトラップをここに置く。こっちからここへ。左から右へポン。右から左へポン。という感じでね、ここの怪物の穴、ここに敵を落とし込んでいきます。これがね、結構面白い。ここがね、面白いですね。この怪物の穴っていうのがここのね、なんていう、マップの
かなり、楽しいところじゃないかなと思います。待ってよ、待って、これを一回壊しておいて、もう早い段階からこの豪華の罠をここに置いていこう。バリケードここを穴踏みしとかんとえらいことになるんで、よしこれでも地上部隊はもうあれ氷結爆弾でここで固めて置いておいて、まず飛行マシーンに対する、対策を取っていく。よっしゃ行くぞ。いやー久しぶりにねこうダンジョンモーフィアやったらねやっぱ面白いですね。面白いけどねやっぱ難易度は高いなもう何回やっても、あこれちょっとあれやな、思ったのと違うような感じになっている。大丈夫かこれ。いやこれはちゃんと固まってきてくれてる。オッケー固まってくれてるなもうこれでここはおしまいやな。オッケー仕事済んだぞ。あとはここを守りながら豪華な罠を増やす&パワーアップをしていくということよ。よしじっくりやっていこう。じっくりやっていかんとかん。クールダウン、とりあえず右と左はこれで。氷結爆弾あったらはっきり言ってね、なんていうかな、ここで固めてここにこの敵がねモブがねこの固まってっていうかこの集まってきたとしても処理がねしやすいんですよ。なぜかっていうとこれこの細物の穴に敵を落とすことにより、まあ、充填されるんですね。エネルギーチャージ 120% 発射。うーん、あーやった。ちょっと待って、まあ、あんな感じでレーザーが撃てるんですね。うん、でレーザーでさっきのようにもこう一瞬にしてね敵をもう葬ることができるというとんでもない優れもの、ほんと優れもの。よいしょ、もう一回これで固めて、左の方撃たれんな、左の方はいかん、あれは撃ってはダメだ、あれを撃つとちょっと大変なことになってしまう。よしこの穴に対して怪物の穴に対してこのゲートからブーンとね、直線的にレーザーが飛んでくるんで、こっちであればこのちょっとあれだな、こういう角度でレーザーが飛んでいく。だから右の方は打って構わないんだ、これこんな感じでね。左を打つとちょっと角度が浅くなるからここで固めているやつらが消えてしまう。それはとってもまずい。左は打ってはダメ。よし豪華の罠をゴンゴン増やしていこう。オッケー。一気になんかここを氷結爆弾使うことによりイージーモードになったな。いやむしろそうなってもらわないとね、ほんとねここはね難しいぞ。もう一個置きたい、2個じゃダメ、3つぐらいは置きたいな。さあ3つ置いたところでやつらを処理することができるのであろうか。うーん、ドワーフが来たか。飛行マシンはここで固まらないというか、固めているやつらを飛び越えていくから、はっきり言ってここでこんなことをしてもね飛行マシンに対する
対応が取れてなければ無意味だ。こんなね、壁、肉壁なんて作ってもいくら作っても無理、無駄なんだよね。ダートトラップを置いていこうか。ダートトラップか豪華の罠か、どっちが効果的かな。500、もう次やろ。うわー、やばいな、これは全然準備して足りてないような気がするわ。お金が足りない。圧倒的資金不足やばい、これクリアできるか。あ、間違った。うわ、ちょっと待って、一体なんか変なことは起きていた。抜けてきやがった。え、なんか抜け出した。ここか。あ、やばいな、これ非常にやばくなってきた。急にやばくなってきた。あ、抜けた。やばい、あるか。血使ってないからまあ大丈夫や。ちょっと当てるな自分。来た。ここをしのぐ。大丈夫。全然大丈夫じゃない。おい、大丈夫じゃないぞ。待て、まだ大丈夫だ。まだいける。これちょっとかなりパニックってる。血使ってると思ってたから。よし、いけてます。大丈夫。オッケー。いけてるっつうの。なんかよくわからんけどいけている。これはね、本当にちょっと失敗してるね。完全に失敗してるね。待ってよ。何か手を打ちたい。ここに抜けてきたやつを倒す何かを。オッケー。まだ大丈夫だ。うわー、やばい。意外となんとかなってるところがすごい。よし、いいぞ。よ、待ってよって誰に言ってるんだかわからん。すごいけど何が起きているんだ。大丈夫なのかこれは。炎は持続周辺の、おしゃしゃ、これいけてる。なんか知らんけどいけてるということにしておこう。よしあぶないよ。圧倒的危機感やな、これほんまに。これで、よし、引きつける力を強くする。
で。おっしゃ、いける。これ待って、バリケード別にどうでもいい。そこのバリケードはいい。このバリケードだけが壊れてなければ。では。よっしゃ、これはクリアできるんじゃないのか。クリアできるような気がする。むしろさせてくれ。もういい加減させてくれ。よし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 。シュ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 。あとウェーブが2か。次飛行ユニット60体やろ。うん、オッケー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 。次お金貯まったら左。よし、3までを上げておきたい。この飛行ユニットに対してこのレーザーが使えたらな、すごくありがたいんだけど。ありけど、あ、もうそんなところはもうどうでもいい。このバリケードはもういいわ。あ、でもいいわって言ったけれど、あれやな、この真ん中で立ってた、止まってたバリケードがうまくね、ここを分けてくれていたバリケードがなくなってくるとちょっと問題ありかもしれん。次来るぞ来るぞ、飛行ユニット。ここが一番の肝だぜ。よいしょ、右側曲げておきたい。あ、ゴーレム来たか。あ、飛行ユニットが出てきた、飛行ユニットが出てきた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 。よし、万全のはず。かなりダメージは与えているはずだ。抜けてくる前に最初のこのダートトラップで仕留め切れるはずや。よっしゃ、来た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 。これだ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 。うれー、惜しい、気持ちがいい、すっきり。オッケーオッケーオッケー、いける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 いけます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 よいけますよーともいけますよともいけますともいけますとも行ってみせますともとも。よしけ、あ、やばい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 やいや、いいねいいねいいね。ここまで豪華の罠等で減らしておくことができれば、この最初のダートトラップで飛行マシンを仕留め切ることができる。これはかなり大きな進歩、大きな進歩でございます。もうここの真ん中にどういう風になってるのか全然わからんね、本当に。よし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 、いいぞいいぞ、いいですよ、いい。あ、じゃあ待って、オッケーオッケーオッケー。放り込ますようにもどんどんしていこう、どんどん放り込んでいこう。来た、ボスが来た。何、ボスってどんなやつやろ。あ、来た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 。まあ、このゲームの優しいところはボスも1体だからね。ボスも1体、ボスが1体分とかなかったらちょっと困るけど。どれボス、あ、すごい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 、なんかめっちゃ強そうなやつ来た。すごい強そうなやつ来た。何あれ何あれ、ちょっと待って、見たいけど、カーソル合わせて見たいが、ちょっと待って、1回止めて一旦停止して、あ、停止しても見えないのか。を作りたい。あ、来た来た、デーモンキリング、デーモンキリング、すごい名前やな。プレー、あ、あれ、待った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 待って、ちょっと待って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 、無理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 、ここから立ち直すの無理。
無理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 最悪やん、マジ最悪、マジ最悪や。よし、なんとかボスウェブまで帰ってきたぞ。よっしゃ、ここからリベンジや。もう使わん、祭壇のやつ使わんぞ、マジで。あれ多分ね、あのボスをあのなんていう追尾するんじゃなかろうかと思うんやけど、これ多分今は撃ったら、今やったら撃っても大丈夫よ。こういう感じでね、あいつが近づいてきた時に撃つとやばいんや。この壁が全部一掃されてしまう。しゃ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 、さあさあさあ、ここもうここまで来たら撃たない、撃たないよ。あら、なんか爆弾投げてるのかあいつ。な、名前何よ。オッケー、あいつも固まるんか。あ、ボスも固まってる。ボスも固まるのか。お前も固まるのかーいやな。危ない危ない。あ、これでいい、これでいい、これでいいんじゃない。ここで地道にダメージを与えることにより死ぬんちゃうか。え、ダメージ与えれてるこれ。いや、与えれてるは与えれてるようだな。ここで固めてからこのライトニングトラップ、これで削っていこう。さすがに挟まれればさすがのこいつも減ってるね、ダメージ来てるね、ダメージ来てるね。よっしゃよっしゃよっしゃ。やっぱ多分このボス倒さん限り終わらんと思うね、これ。よし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 。待って、こいつあれやっつけたいな。体力が回復していっている、もしかして。これ以上のダメージを与えることができんと。 OKOK。 え、なにこれ。あ、やっつけたやっつけたやっつけた。あ、ペンペンペンパイロット、あれの正直や。ボスウェーブやっときた。マジで今度こそ終わらず。いや、まさかまさかクリアしているのにもかかわらず録画がされていないという超初歩的なボンミスを抜かしてしまった。へえ、待て待て待て、めっちゃ泣けるやん。待て、あのね、ボスが来た時にね、いちいちね、あのなんていう、夜のやめてもらいたい、あれ非常に迷惑。めっちゃ迷惑。よっしゃ、来たぞ来たぞ来たぞ。これをなんとかなんとかやっつけたい。待てよ、一旦さっきと同じようにここでだ、完全に中のパイロットを逃がさないようなトラップ配置にしていく。お金は有り余るほどできるはず。ここからはと、これでこのいや、やばいやばい、もうあそこまで近づいてこられたら絶対に撃ってはダメ。撃ったらバリケードごとぶっ壊れる。バリケードが壊れるのか、もしくはあのなんやあれなのかもしれない。あの、あいつが投げる爆弾がバリケードを壊していたのかもしれない。こっちの方が乗ってこないような気するな。絶対に逃がさんとやるぞ。絶対に逃がさん。ここで確実に仕留めていく。うん、
馬の爪の音が、走る音が、うっとうしいな、やかましい、やかましい。よし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 。準備は着々と整っている。どうしよう。移動用。これどうなんかな。敵は、これボスをやっつけると、終わらんやつやろ。じゃあ、これでここで、燃やしていくぞ。燃やしていくぞ。やばいやばい、危な危な。で、ここで、行こうよ。ボスごとみんな焼いていく。ボスごと焼いていく。ここで、なんとか、終わらすことができるのか。さあ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 。どん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 敵がモブが燃えている、ボスと一緒に燃えている、燃えて燃えて燃え尽きて、もうすでに僕も燃え尽きそう、もう燃え尽きているのかもしれない、すでに。いやー、もうだってここ何度目、もうかれこれ3時間半や、3時間半、トータルで言うたらね、トータル3時間半ぐらいここのダンジョンこもってるんだけど、いやー、死闘よ死闘。飛行マシンがね、本当にね、手怖かった。マジで手怖かった。よしよし、もう死ぬぞ。よし、やつこの中から出てくる。出てくる。博士が出てくる。博士、出てきた、出てきた。え、またか、またか。あ、壊れてる、壊れてる。ボン、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 からの、よっしゃ、ナイス。おっと、オッケー。いや、これね、エンディングね、本当は撮りたかったんですよ。撮りたかったんやけど、一回クリエしてしまったおかげでね、撮れてない。撮れてなかった。いやまあでもね、エンディング今回流れないんですけれども、けれどもですよ、ぜひこのエンディングはプレイヤーの皆さんがね、頑張って見てみてください。ぜひ見てみてください。本当に楽しいゲーム、もうこのゲームには何度泣かされたかわからない。もう堂々のショーダウンよ、本当に。いや、なんかね、聞く話によるとまだ隠しダンジョンとかっていうのもね出てくるらしいんで、それもねやってみたいと思います。うん、あとまあたまにはね無限とかもやってね、これ全部フルにこの黒のやつに変えたりとかも狙ってみたいかな。いやー、まあ暇があれば、暇があればって言った言い方おかしいな。いや、僕の心が折れなければって正確に言った方がいいかもしれん。またね、やっていきたいと思いますので、ぜひぜひ、スマホアプリの方でもあります、パソコンでもできます、興味がある方、やってみてください。いやー、ほんま、あれやな、2回目焼き、感動が薄い。残念。ということで、今回はここまでにしたいと思います。それでは、グダグダ実況、ご視聴ありがとうございました。これからもグダグダやっていきますので、チャンネル登録お願いします。ろくにつぶやかないツイッターもよろしかったらフォローお願いします。それではエンジョイゲームズ、まったねー。